マー君何の夢見てるって？お茶の石ころの夢見るの。誰が？マー君。ポーちゃんの石ころの夢をマー君が見るの？うん。そして？いい石ころが見つかったの？うん。で、それを誰にあげるの？金魚ちゃんにあげるの。なるほど。実は金魚の夢みたい。金魚の夢を見たの？昨日は金魚の夢みたい。どういう夢？あれ、石ころの夢見たな。うん、ちょっとアイムタップ。アイムタップ。よし、いいぞ。いや、見てない。いや、いいよ。お祭り、あのさね、うん、夜のお祭りの時ね、あのね、あーちゃんとゆうまとりのと夫とママでね、お祭りに行った時ね、金魚がいてね。うん、リノが金魚を5匹すくって、その隣に石屋さんがあったから、そこに寄って、金魚のお家を作るから、石をさ、いっぱいさ、買ってさ、お家に買った。墓石なの？熱くない。お腹いっぱいごちそうだ。終わったの？